YouTube 熊田横チャンネルからの皆さん、今私は名古屋に来ています。名古屋から私の地元岐阜に帰ります。一緒に旅しましょう。52分発新大沼、よし、これで合ってるはず。それで6番線って書いてあったから、お、6がない、6どこ、すごい、分かんなくなった。名古屋難しいんですよ。だってね、6番線がない。6番線じゃなかった、6車両ってことだった。1番線から乗るの。1番線で、あ、よかった、全然6番線じゃない。いや、本当にさ、名鉄のさ、名古屋駅ってすっごい難しいの。何回も乗り間違えて、だってそんなに並ぶところがあって、しかも来る電車、同じ場所に来ても行く先が全然違う。この東京ではなかなかない。こっちは結構ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。誰もいないかな。浮かばかな、やった。陸方面の高山原線、JR 高山線が戻り換えです。お忘れ物のないよう下側ください。長良川、入り側が有名。外で遊んでる人もいる。暑いかな。どこにいるかな。こっちは。どこだ。電話してみようか。親友の、あ、いた。いた。いました。待っててくれてる。日差しが強い。多分この謎の棒を持ちながら歩いてるからびっくりです。暑っ。え、東京より太陽が強い気がする。暑っ。あははは。ベレー、おったー。ありがとう。いいね、チャイルドシートあって。暑くない？こっち。今日やばいね。じゃあ今日はさ、より暑いよね。お邪魔します。めっちゃ岐阜弁やで。めっちゃ岐阜弁。私、あ、あの、ヨンさんの岐阜弁で喋るってやつを見たいね。うん。うん。めちゃめちゃなまっとるよ、今も。全然いや、今喋ったの、おかしい。え、今標準語と思って喋っとんの？そうそう。で、今日何？茶色の日なの？たまたま。たまたま。たまたま。ヒロミがピンポーンって来て、ヒロミちょっと寒くとる。ね、言ってよ。言って、茶色の日って言ってくれたら。来てくるんやけど、茶色。全然久しぶり感がないね。久しぶりじゃない？相当久しぶりじゃない？ね、最後いつだったっけ？私が3人目産む前かも。あそこの席のさ、うん、いつも集まっとるとこマルシン、うん、でご飯食べた以来、どっかさ、うん、道の駅途中で通る、うん、はな、ないかな。あそこだ、お腹空いてさ、すごい眺めやね、とっとこ山に囲まれた、見慣れとるってことだよね。そう、エコバッグ持っていこう。もうそんな10分ぐらいでいい、うん、よし、10分ぐらいでいいって私が行きたいって言ったよね。突っ込んでいいよ。あんたが行きたいって言ったよ。行きたいって言ったんですよ。何？何この茶色に囲まれた。お城今日茶色って言ってよ。いつ言った？なんで茶色合わせなの？私、ねえ、
せっかく友達と来たのになんかキャスターみたいな、キャスターみたいな、なんかアイスとか買ってこかな。お腹空いてないのみんな。お腹空いてない。確かに微妙な時間。車でなんかちょっと食べれるのないかなと思って。あ、ちょっとこういう豆菌にしようかな。これめっちゃ美味しいのこれ。これこれ。じゃあイカスナック買って。これの辺美味しい。渋い。渋い。ねえこのふがしすごい美味しそう。あまり好きじゃない？さつまいも。これ、これ買ってくわ。車で、もうすっごい粉落ちるけど。いいよ。広めの車。あれ、もう溺れてるから大丈夫。おやつ買いすぎ。ほら、おやつ買いすぎ。絶対食べるやろ、そう言って。食べるくせに。肝のやつはちょっと気に。あー、ほら、ね、めっちゃいい景色や。すごい、のどかすごくないこれ。大きい声出したく。ありがたいって思った方がいいかな。ご褒美寿司をいただきましょう。いただきましょう。初しもで。あのお店の人が作ってるのかな。どうなんやろね。あ、ちょっとシンプル。もうシンプル。違う。何？ひっくり返してみ。あ、ひっくり返すの？これを？あ、こっちを。一緒だね。一緒やっちゃう。ほらほら。よかった。もう私だけなんか。シンプルかと思ったら違った。いただきます。ちょっと喉飴が。どう美味しい？酢飯が効いとるね、うん、着いた今日のお蕎麦のそば、今日の目的地、私の仲良し、あ、赤ちゃん寝とるかな。絶対撮ったらいかん格好の人絶対撮ったらいかん。ちょっと久しぶりすぎてお邪魔します。ね、十何年ぶりないけど、大地さん見とった？ね、かわいい、かわいいね。すごい撮っとるけど、私しか撮ってないけど、一旦切るわ。手洗わせて。かわいい、よく産んだね。ねえ、手洗おう、手洗おう。びっくりするぐらい痛かったね。痛かった。え、4人の中で何番目が一番痛い？でも多分、痛いんだろうけど、忘れてるって。でも年齢的にやっぱ。そう、痛かったと思う。痛かった？痛かった。めっちゃ痛いやん。めっちゃ痛いやん。かわいいね。めっちゃかわいい、ほら。もうなんか、もうなんか、4人目、4人目。なりました。こんなクタンクタンに寝る、うん、疲れ切っとらへん。お姉ちゃんたちに。お姉ちゃんたちにそう。言いますから。ほんとクタンクタンに見える。ねえ。すごい。すごいね、うちのね。ね、分かっとるよ。こんなかわいい。かわいいな。よく入っちゃったね。かわいかったね。指長いね、足の指。でもさ、ちっちゃい子ってそうじゃない？なんか足がちっちゃいもんでさ。そうか、長く見えるのか。そうそう、長めの。かわいい。この皮膚がさ、皮膚がまださ、ねめくれてるからね。あ、かわいい。あ、もうオファー終わってる。もう乱入した。あ、なんか、分かったよね。なんか、準急。そう、入院してね。あ、ママがいいかな。いろんな顔するで。かわいい。あ、ちょっと目が開いたかも。やめた。うるさいでやめた。めっちゃかわいい。かわいい。ありがとう。全然映させてくれん。声だ。おめでとう。ありがとうね。本当にね、名古屋から地元を帰ってきました。またね、帰ってくるね。みんなご視聴ありがとうございました。私の、ありがとうございました。
のどかやわこれとろということで YouTube ご覧になってくださった皆さんありがとうございました。今から東京に戻ります